何にも進まないオーストラリアの潜水艦建造計画。他国のことながら、いいのかな?と心配していましたが、なんと、新たなプラン B の存在が発表されました。あまりにも進捗しないことに、堪忍袋の糸口が切れというわけでしょうか。オーストラリアより後に始まった台湾の潜水艦は完成しつつあると聞きますが、今回はこの止まったままのオーストラリアアタック級潜水艦計画について考察していきたいと思います。アメリカ、イギリスの原子力潜水艦建造計画が最新の情報ですが、これはプラン B が発表される直前の状況です。忘れているでしょう。全然進まないアタック級通常動力潜水艦建造計画に見切りをつけたのでしょうか。この計画の代替として B プランという別の存在をオーストラリアのモリアーティ国防次官が公表しました。モリアーティといっても、ホームズのライバルではないようですね。この発言があったのは、2021年6月2日です。オーストラリア議会で、野党の労働党ペニー・ウォン上院議員から、もしも、アタック級潜水艦プログラムが頓挫してしまった場合の対案は検討しているのか?という質問があったのです。それに対する答弁として、モリアーティ氏は、アタック級潜水艦計画の対案として、プラン B が検討されていると回答したのでした。アタック級潜水艦建造計画ですが、契約相手のフランスのネーバルグループと交渉期限の2020年12月を過ぎても、合意に達していなかったのです。それを知った野党の追及でした。もともと、アタック級潜水艦建造計画の見積もり金額は、当初500億オーストラリアドルだったそうです。それが、次第に、800億オーストラリアドル、一説では、900億にまで高騰したため、契約が難航し、はじめ同時に、オーストラリア国内からも、批判が噴出しました。潜水艦をオーストラリア国内で作ることによって雇用創設に役立つと期待を寄せていた産業界からも疑わしいとか信頼できないといった意見が多くなり、果ては計画そのものの中止さえ求める声が上がるようになりました。アタック級潜水艦の設計のベースとなったのはフランス海軍のシュフラン級原潜ですが、オーストラリアは原潜を保有できないので、そのままというわけにはいきません。原潜の動力を通常動力に変換することになるのですが、その作業に時間がかかっていると推測されていて、それがスケジュールの遅延につながったものと思われます。フランスのネーバルグループからは、潜水艦作業の進捗状況、巨額な建造コストをオーストラリア産業界にどのように還元するかについてなど、具体的なことについて説明不足と言われています。そのため、6月11日からイギリスのコーンウォールで開催されている G7 サミットに出席しているモリソン首相は、会議終了後フランスに行って、マクロン大統領とアタック級潜水艦計画についても協議するらしいと囁かれています。頂上会談というわけでしょうか。推測ですが、この会談では、モリソン首相がマクロン大統領へ、アタック級潜水艦建造計画に期待する、オーストラリア産業界の思いをアピールするものと考えられますが、今のオーストラリア議会では、公聴会などで、アタック級潜水艦建造計画が中止される可能性が高いと思われます。むしろ、そうなった場合の議論が集中的に行われているらしく、その点には注目が集まっているようです。オーストラリア海軍の現役潜水艦は、
スウェーデン海軍のメステルイエトランド級潜水艦をもとに設計されたコリンズ級潜水艦です。総数6隻で、オーストラリアのアデレードのオーストラリア潜水艦企業体で建造されました。コリンズ級は、基本のメステルイエトランド級の水中排水量が1100トンなのに、3倍の3300トンにしたためか、スタートから設計に無理があると指摘されていました。モデルより大きくしようと計画したけど、設計上難しかったというわけですね。また、オーストラリア潜水艦企業体の技術的な問題もあって、収益を遅らしたのに、大きな騒音が起きたり、何回となく故障が起きたため、潜水艦への信頼が低下してしまいました。それだけではありません。オーストラリア海軍の人手不足というアンラッキーな事態もあって、潜水艦の稼働率が大きく低下してしまったのです。ある時は、使用できる潜水艦がたった1隻という国防に関わる異常事態もあったということです。これらの事態を考えて、オーストラリア国内ではコリンズ級潜水艦開発は失敗してしまったという厳しい評価が出るほどだったそうです。オーストラリアがコリンズ級の後継艦として、通常動力型潜水艦12隻の建造を計画したのが SEA 船ですが、2009年、平成21年のオーストラリア国防白書には、コリンズ級の後継艦は2030年代を見据えたもので、必要とあれば、遠洋海域での作戦行動もできる大型通常動力潜水艦を取得するものとすると述べています。実は、アタック級の他にも、海自の、そう、U型と、ドイツの214型を大型化した新設計の潜水艦を候補と考えていたと思われます。2009年当時のオーストラリア首相アボット氏は、同盟国アメリカが、日本の、そう、U型潜水艦を推薦していたこともあって、そう、U型に気持ちが傾いていたようなのですが、日本は、オーストラリア国内で建造することによって、機密漏洩の恐れがあることを心配していたのか、消極的な態度だったそうです。そんな状態の中で、2015年、平成27年、9月に、アボット首相が退陣し、新しく、ターンブル政権が誕生しました。アボット政権が退陣に追い込まれた、倒れた理由の一つが、経済政策の失敗と言われています。いわば、敵質によって政権を取ったとも言われるターンブル首相としては、SEA 戦計画では、潜水艦の性能より、国内の雇用確保を重視しなければなりませんでした。となると、否が、追うでも、オーストラリア国内製造に、後ろ向きな日本案より、オーストラリア国内の建造を謳い文句にしているフランス湾を選択せざるを得なかったとも言えましょう。たとえ潜水艦のレベルが下がったとしても、といった事情によって採用されたのがコリンズ級でした。しかし、もともとが原潜として設計されたシュフラン級潜水艦のエンジン機関を通常動力に変えるということは、かなりの困難が伴うだろうと、契約当初から囁かれていたそうです。また、オーストラリア海軍は、兵装や電子機器はアメリカ製を採用しています。ということは、それらをフランスの潜水艦に設置することも難しいということは容易に想像できたはずだと思うのですが、日本の総流型を選ばなかった理由の一つには、前述のようにオーストラリア国内での建造問題がありますが、他にも総流型に採用されているテクノロジーが
2030年には陳腐化するだろうという見込みがあったと言われています。と言っても、テクノロジーは日々向上していきます。仮にアタック級がスケジュール通りに建造開始したとしても、ネーバルグループがよほど最新鋭の通常動力機関を設置するので、なければ双竜型と同様、2030年頃に陳腐化すると考えられています。やはり、オーストラリアの雇用確保が、フランス案選択の最大の理由だったのでしょうね。オーストラリアは、日本のように、四方を海に囲まれ、国土の割には、広大な領海を持っています。当然、海上防衛には、大きな戦力が必要になりますから、現在就役中のコリンズ級6隻への負担も大きいでしょう。そういった状況で、当初計画の倍近くに膨れ上がった予算を確保するのが困難なのは明白ですし、思い切ってフランス湾を白紙撤回した上で、コリンズ級潜水艦の近代化改修を行いながら、仕切り直しで新型潜水艦建造計画を立てるのが現実的ではないかと思われます。